はい、皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです、えー。今日はですね、いつもと少し変えて、素粒子とは何かというね、えー、基礎的なお話をあのしたいと思います。えー、と先日ですね、えー、高校生にこの素粒子とは何かというタイトルで基礎的な講義を、えー、しましてですね、まあ、今日はそれを、まあ、ちょっと内容を少し編集し,し直したものになります。ですので、えーとまあ、物理を 学校で習っていない中学生や高校生でも、えーまあ、見れるような、そういう導入動画、導入的な動画にしています。はい、それではですね、えー、早速いきたいと思います。えっと、まずこの素粒子とはというね、えー、話なんですけども、えっと、まあ、素,素粒子とは何かって、 言われたときに、まあ、一言で一文で言うと、まあ、物質を構成する最小単位っていいますね。で、物質をバラバラにしたときにそれ以上分けられない、えー、粒子のことを、まあ、素粒子と言います。まあ、素その元になっている粒子ですよね。はい、で、まあ、水を例に、えー、取ってみようかなと思うんですけども、 まず水っていうのは水分子。これはね、分子とか、この次に出てくる原子とかね、これは多分ね、中学校の理科でも習うんですけども、まずこの水分子っていうのは、皆さんご存知のように H2O ですね。水素原子が2個と酸素原子1個でできているもので、これを細かく見ていくと、水素原子、酸素原子に分けられると。 でこの水素原子を細かく見ると、陽子1個と電子1個でできていると。陽子の周りはこうやって電子が回っていると。で、この電子、これは、えー、素粒子と考えられています。で、えっと、レプトンという仲間に分類されます。で、一方で、このまた酸素原子。 これをまたちょっとズームで見るんですけども、この酸素原子の原子核、これを細かく見ていくと、陽子と中性子でできているんですね。陽子と中性子が固まってできていると。でそれで、この陽子を、もしくは中性子、これを細かく見ていくと、このクオークでできていると。で、アップクオークが2個と、 ダウンコークが1個でで,容赦できていると一方、中性子はダウンコーク2個とアップコーク1個でできています。で、このクォークっていうのも素粒子だと考えられています。これがまあざっくりとしたあの素粒子とは何かとね、あの聞かれたときにざっくりとした回答になります。 それで、素粒子物理学、まあ、物理学なので、当然その模型というか、理論となる、ね、ものが存在するわけで、それを我々は素粒子の標準模型とか、標準理論といいます。まあ、英語で言うとスタンダードモデルですね、はいで。この標準模型、素粒子をまとめた表がこの表で、このイラストは、 えっと、ヒッグスタンさんのものなんですけども、まあ、このように、ね、まとめた表っていうのはあの、よく使われます。それで、まあ、見ていくと、まずはクォーク。これは、えっと、容赦・中性子などを作る、えー、作っているもので、まあ、さっき説明したアップクォーク、ダウンクォークと、えー、と似たような感じで、チャームクォーク、ストレンジクォーク、トップクォーク、ボトムクォークと。 計6種類でできてますでそれぞれ世代っていうのがあって3世代に分かれてます。で1世代2個あると。でこれがまあ3世代。で2個かける3世代の合計6個ですね。6種類あります。で次にレプトンなんですけども、これはまああの電子の仲間ですね。電子、A、μ ン、タウト。 で電子ミュオンタウは,、えー、それは電荷を持ちます。はい、で一方で、このニュートリノってやつですね。えー、こいつらは、えー、電荷を持ちません。はい、そして次に、えっと、このゲージ粒子と呼ばれているの、これらは力を媒介する、えー、ものですで。ちょっと初心者には難しい話になりますので、 まあちょっと今日はこの、えー、ゲージ粒子の話はしないんですけども、まあ、今日の動画を見てもう少し知りたいという人は、このゲージ粒子、この力の話をね、えーっと、他の動画でしているので、まあ、この右上のリンクをの動画を見てください。はい。そして、えー、最後、ヒッグス粒子。まあ、これは多分聞いたことある人はいると思うんですけども、まあ、これはあの、まあ、質量の起源。 とかね、<laughs> あの質量の起源にもなると言われているのをまあ聞いたことがあるかもしれませんが素粒子に質量を与える粒子だと考えられていますでそれがヒッグス粒子でこれもちょっと今日の,あの内容ではちょっとレベルが高すぎるので、えー、ヒッグス粒子の話も今日は省くんですけれども ヒグス粒子の、えー、かんざっくりとした簡単な解説動画、えー、上がっているので、ま、気になる人はまた右上のリンクを見てください。で、これを見ると、まあ、話を戻してね、この表を見ると、なんかすごくきれいにまとまってますよね。まあ、クオークとレプトンを見てみると,、えー、っと、2個ずつの3世代あって、で、力を媒介するゲージ粒子と質量を与えるヒグス粒子。 っていうふうにね、こんなふうに綺麗にまとまってるじゃないですか。お、なんだ。もう完璧じゃんと。素粒子の標準理論完成してるじゃんと。うん。もう完璧じゃんと。もう、オッケーオッケー。目出し目出しと。言いたいところなんですけども、まあ、残念ながら、この標準理論っていうのは完璧じゃないんですよね。はい。何が完璧じゃないのかっていう話を、えー ここから、ね、したいいと思いますで、完璧じゃないのはたくさんあるんですけども、まあ、代表的なものを、まあ、あの3つ紹介したいと思います。まあ、1つ目は、この物質優先の謎と、えー、言われているものです。まあ多分正確にというか、その素粒子物理学の言葉を使うと、 物質反物質の非対称性とかあ使うのが多分正しいのかもしれませんが、ちょっと分か,分かりやすさ重視で、ちょっと物質優勢という言葉をちょっと使わせてもらいます。はい。それで、まあ、話戻すと,、えっと、我々の周りを見渡,見渡すと,、えー、っと、物質っていうのはたくさんありますよね。そこら中にありますよね。物質。 まあ、その物質っていうのは、まあ、電子とか陽子とか中性子などできてるんですけども、はい。物質はありますと。一方で、半物質って言葉は、まあ、一般の人は多分あまり聞き慣れないんじゃないかなと思います。実際、周りで、周りにも、あの、あまりありません。はい。で、この半物質の例っていうのは、例えば電子だったら、陽電子。この陽電子って何かっていうと、 電子はマイナスの電気を持つっていうのは学校で習ってると思うんですけども、えっと、陽電子っていうのはプラスの電気を持ったものです。で、他にも、例えば陽子の反粒子は半陽子。で、つまり、えっと、陽子はプラスの電気を持ってるんですけども、マイナスの電気を持つ陽子。半陽子。 これがあの半陽子の反粒子になります。で、えっと、まあ、電化はプラスとマイナスで違うんですけども、えっと、それ以外のし性,質性質っていうのは全く同じなんですよ。まあ、例えばその質量はね、全く同じです。はい。だったら、まあ、っていうのは、まあ、例えばね、こういうのがね、あのもし存在するとするのであれば、 だったら、えっと、これ、水素原子ですよね。えっと、水素、えっ陽子の周り、まあ用紙、陽子は UUD と。アップコーク2個とダウンコーク1個でできていると。で、その周りを、えっと、電子が回っていると。で、こういうが水素原子。じゃないですか。で、それ、水素原子じゃないですか。です。 だったら、その汎用紙の周りを回る、えー、溶電子っていうようなね、ものでできた反水素原子というようなものがあってもまあ良さそうじゃないですか。ね。もし困難があったら。でも、実際は周りにそんなものまあないですよね。皆さん聞かないですよね。そんなんね。まあ実際にないわけで。で、 えっとまあ、話はちょっと壮大なあの話のスケールになるんですけども、まあ、宇宙がね誕生したときちょっとすいきなりスケールが壮大なスケールになったんですけども、えー、宇宙が誕生したときは、まあ、実はこの物質と反物質っていうのは同じ数ずつあったと考えられていますそれで物質と反物質がこうやって反応する、えっと,と、えー 光になって消えてしまいます。で、まあ、これ、例えば、その電子ですね。で、電子の反粒子はさっき言ったように、陽電子、プラスの電気を持つ、えー、電子。これが、まあ、反応すると、えー、消えて、光になって消えていくと。で、これ、追消滅って言うんですけども、まあなんと、なんとなくイメージつきますかね。マイナスの電気を持つ、えものと、プラスの電気を持つもの。 まあこれがぶつかるわけですから、まあなんとなく消えそうだなっていう、なんかイメージはね、湧くかなと思います。で、これがまあ、あの、追消滅っていうものなんですよ。あれれと。今の話をまとめると、だったらその我々のその宇宙が誕生した時っていうのは、えっと、物質と反物質同じ数ずつあったんでしょと。だったら、 追消滅してすべて消えちゃうんじゃないのと。うん。で、ず、そうしちゃうとすべて消えてしまって、まあ我々のね、えー、我々は人間もそうですし、地球だとか、ね、いろんな星とかあるんですけども、そういうのはできないんじゃないのっていう話なんですよ。そうですよね。だって物質と半物質が同じ数最初あったんですよね。で、それらがぶつかると追消滅して消えちゃうんですよね。こんな風に。だったら、 ね、何も残らないじゃん。何もできないじゃんって話なんですけども、まあ、実際は物質だけが少しだけ多く残ったんですよ。ね、本当に。この残ったこいつが、えー、今のねあの、我々だとか、地球だとか、宇宙とか、そういうのを作ったと。でも、な、ま、ん、あ、で残ったのかっていうのが、実は分かってないんですよ。 はい。これは大きな謎ですよね。宇宙の進化。宇宙の歴史を辿っていく上で、これが分かってないと。で、これ大きな課題ですよね。大きな問題です。はい。それで、えっと、なぜ物質が多く残ったのかということを説明するには、まあ、専門用語になるんですけれども、CP 対称性が破れている必要があります。まあ、えっと、ざっくりとした説明をすると、 この CP 対称性っていうのは、えっと、物質と反物質の性質が、まあ、あの違うよって話なんです。CP 対称性が破れているってことは、えっと、物質と反物質の性質が実は違うと。で、えっと、実際に、あのクオークで CP 対称性の破れがあの発見されてます。 でこれはあのー、今から50年ぐらい前に、えー、小林先生とマスカー先生による、まあ、小林マスカー理論で有限されたものです。で、これを、えーっとまあ、日本のベル実験とあと海外,で海外でもなんかババアという実験があって、まあ、似たようなあ実験なんですけれども、まあ、B 中間子を使った実験が2つ行われてこれらで、えー、小林マスカー理論が正しいことを証明しました。 でこの功績で、えー、小林先生と増川先生は、えー、2008年にノーベル物理学賞を受賞されましたちなみに、まあ、小林先生と増川先生のまああのすごいところはえっと、まあ、このアップ当時ね50年前アップコークダウンコークストレンジコークこの3つはね発見されてたんですけどもえっとまだこのトップチャームボトムこいつらはねまだ見つかってなかったんですよ なかったけど、えっと、小林先生、増川先生は、え三、ー、3, 3つだけじゃダメだと。まあ6個は必要だというのを、まあ予言したんですね。で、実際正しかったと。はい。ここが、まああの、この予言のす本当にすごいところですよね。はい。で、 じゃあ、広告この CP 対称性の破れが分かったんだったら、これでいいじゃんって思うかもしれないんですけども、でもね、数が合わないですよね。これだけだと、えー、さっき説明した、えーぶえー、物質優勢の数の,の説明するには数が足りないですよね。はい。これがね、えー、っと、問題の一つですね。 次、2つ目です。1つ目はダークマター,、えー、日本語では暗黒物質と呼ばれているものなんですけども、えっと、多分聞き覚えはある人も多分かなりいるんじゃないかなと思います。でえっとまあ、実は我々が観測できている物質、まあ、つまり原子ですね、というのは全宇宙でたかだか5%なんですよ。で残りの95%は、えっと、ダークマターとダークエネルギーなんですよ。 それで、えっと、まあ、ダークマターの性質をざっくりと言うと、まあ、光らない。まあ、つまり、光学的な観測ができないと。だから、そのなんで、なんていうんですかね、望遠鏡で見て、えー、見るとか、そういうのができないと。で、電荷を持たないと。まあ、電荷をもし持つんだったら、もう簡単に剥がれるんですよね。はい。あの、けど電荷を持たない。中性なんで、まあ、なかなか剥がれないと。と でさらに物質と反応しないと。なんか物質を置いても多分すり抜けると。あとは質量を持つっていうのは分かってます。ただ質量を持つのは分かってるんですけども、どのくらい質量を持つのかは分かっていません。で、えっと、まあ、これまでの研究でね、まあそ、こうこういうなもの、こういうそういう性質の、えー こういう性質を持つダークマターが存在するというのは分かっているんですけれども、直接感想ができていません。ちなみに、ダークマターに関する動画も何本か上げているので、右上にリンク貼っておきます。はい、それで、えっと、まあ、衝撃的なことを言うと、 実はダークマターっていうのは標準理論に入ってないんですね。さっき言った素粒子標準理論に入ってないんです。えー、っと。やばいじゃんと。だって今見えてるものよりも5倍以上あるんですよね。ダークマター。これ入ってないんですよね。もちろんダークエネルギーも入ってなくて。ダークエネルギーに関しては、えっと、ダークマター以上に本当に全然分かってないと、性質が。はい。まあ。 あの今日はあのエダークエネルギーの話はちょっとえカットするんですけども、それ以上に、ダークマター以上にあの性,質性質だとか正体が分かっていないものです。で、こんだけ分かこんだけのものが95、95%のものが、表示量に入ってないんですよね。これ、これもまた問題ですよね。 で次、三つ目。まあ、これ、ニュートリノの質量です。まあ、これは分かりやすいんじゃないかなと思いますね。えっと、ニュートイノっていうのは標準理論で質量を持たない。つまり、ゼロだとされてるんですけれども、えー、スーパーカミオカンデ実験でニュートリノ振動を観測したんですね。で、これは、ニュートイノ振動っていうのは、まあ、ニュートイノが質量を持たないと起きない、えー、現象です。まあ、ニュートリノ振動の、えー、細かい、えー、話は、えー、また、 右上のリンクに載せておくので、また気になる人はそっちを見てください。それで、ニュートリの振動っていうのは、ニュートリの質量を持たないと起きない現象なので、ということは、これを観測したということは、ニュートリの質量を持つということなんですよね。では、ニュートリの質量があることは分かったけども、じゃあ、どのくらいあるのかとか、質量は、ね、の期限っていうのは、何なのか。 このね、質量はある、あるって言ったけど、この質量はどこから来たのっていうこととか。あとは、まあ、ニュートリノと反ニュートリノは同じなんですかっていう、えー、話なので、これもね、分かってないんですよね。はい。なのだぞ。まあ、あの他にもね、えー、標準理論での、あのー、標準理論では説明できないことはたくさんあるんですけども、まあ、代表的なものを、まあ、挙げました。 それで、まあ、これだけ、ねあのー、未解決な問題があるんだったら、まあ、当然素粒子標準理論というのは完璧じゃないんですよね。新しい理論があ必要なわけです。でちなみに、まあ、今言ったような問題が分かると何が分かるかというと、まあ、宇宙の成り立ち、まあ、宇宙がどうやって、ねえー、できてきたか宇宙の歴史が分、ね、かるわけです。ちょっとまあこの図は えっと、ここのウィキペディアこのリンクから取ってきたものなんですけども、えっと、まあ、宇宙の歴史みたいなもので、まあ、ここが我々、今ここが現代だと思って、今だと思ってください。で、ここが、えっと、まあ、宇宙の始まり、まあ、ビッグバンから始まったと。ね。まあ、ここだと思ってください。で,で横軸が、まあ、時間ですね。宇宙ができてからの時間だと思ってください。で、ちなみに今の宇宙は、 まあ、宇宙ができてから大体、えー、138億年ぐらいです。で、えっとまあ、この辺初期、宇宙の初期っていうのは、実はよく分かってないことがたくさんあって、でこの物質優勢の理解っていうのは、あの当然、宇宙がどうやって進化してきたかっていうのをあの解明するのに、えー、ちょあの非常に重要な、えー、内容です。 でまたダークマターに関しても、まあ、ダークマターというのはまあちょっとあのとある人とあるあの偉い先生のお言葉をお借りすると、まあ、ダークマターというのは我々のお母さんとダークマターというのも宇宙の進化に欠かせない大きな役割を、えー、持っていますでちょっとここに関してはちょっとあのまだその動画を上げてないんですけども、えっとまあ、実はそのニュートリノ超新星背景ニュートリノ とかですね、はい、まだちょっと上げてないんですけども、えっとまあ、実はう宇宙っていうのは、まあ、超新星爆発を、ね、繰り返して、えーね、進化してきたので、当然、ニュートリノっていうのも今,今もあの宇宙を漂ってるんですねで。ニュートリノたくさん飛んでるので、そのニュートリノの研究っていうのももちろん、あの宇宙の進化を理解するには欠かせない。 え重要な研究になります。まあ、なので、えっと、現在ね、えっと、理論や実験やともにえ頑張って研究しているんです、世界中の人たちが。世界中の理論やと実験やが、本当に頑張ってます。まあ、僕はあの実験やの、実験の人間なんですけども、自分もあの頑張ってあの研究をしております。で、さっきも言ったように、 標準理論は完璧じゃないから。より拡張した新しい理論が必要になってくると。で、えっと、まあ、理論の研究者。まあ、これは、あの、えっと、僕が学生の時の指導教員だった先生のまあお言葉をお借りすると、まあ、理論の研究者は紙,紙とペンで新物量と。で、えっと、実験の研究者は装置で新物量を探すと。発見すると。 でもちろん、あ,のあれですよその、理論の研究者も当然パソコンとかは使えますし、我々実験の人たちも、まあ、あの紙とペンはもちろん使えます。<laughs> はい、使うんですけども、まあ、イメージはそんな感じだと、あ私の,あの,私の,あの指導教員だった先生が言ってましたね。はいでまあ、それぞれ役割理論、理論だけ、理論が偉いとか、実験が偉いとか、あのそういったことはなくて、 お互いいに重要な役割を果たしていると、まあ、理論の研究者例えばさまざまな新物理の予想をするわけです。えっと、この標準理論なんかこういう問題があるんだからそれこういう新しい理論を作ってみたがこれどうだろうかとか、ね、こういう理論あの新しい理論どうだろうかとか、まあ、例えばその新しい粒子を考えてそれを導入すると、まあ、この問題解決するんじゃないかとか。はい じゃあ、あの我,じゃあその我々実験の人たちは、まあそのまあ、この理論の検証をするわけですよね、はい。新粒子があるかなとか、こんな新しい現象が起きないかなとか、この新物の検証をすると。で、またあの、結局その、なんていうんですかね、まあ、真実、自然の振る舞いっていうのはやっぱり実験で分かるわけなんで、まあ、例えばその、ね、これまで予想しなかった実験結果が出たとした場合は、 まあその観測された実験結果をもとにあのまた新しい理論を構築するとかねそういった、えー、お互いねそうやってあのなんだろう、えー、お互いがねあのそれぞれ役割を持って、えー、研究をしていますはいまあ以上が素粒子とは何かというねあの基礎的なあの本当にその物理を 学習していない一般の中高生にも、まあえー、中高生向きのイントロのお話です。はい。それで、えっと、まあ、ここからは最後少しだけ、えっと、実際にちょっと、いくつか来た質問を、えっと、に対してちょっと答えようかなと思います。で、えっとですね、まず一つ目来たのは、 陽子とか中性子っていうのは、えっとまあ、アップコーク、まあ、陽子だとアップコークが2個、ダウンコークが1個でできてると。ね、ということは、陽子の,その質量っていうのは、まあアップコークと、アップコークの2個とダウンコーク1個のまあ質量の合計なんですかと、その和なんですかっていう質問があったんですけども、 まあ答えは脳、えー、なんですね。はい、はアップコークとダウンコークは、陽、え、子、ー、と,と比べると軽いんですねで。それの正体は何かという話なんですけども、コ、えー、ークには実はその強い力というのが、えー、働きますで、えーと。この強い力に関しての動画はのリンクは右上に えー、貼っておくので、まあ、そちら見てください。で話を戻すと、まあ、そ,のその強い力によって、まあえー、強い力によるまあ結合エネルギーですね。えっとアインシュタインの,その相対性理論 E=MC の2、e、乗っていうのは多分皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、まあ、そのエネルギーと質量というのは等価という話で えっと、大半はまあその強い力によるまあ結合のエネルギーだというのがまあ答えですで。気になる人はあのさっき挙げたつあの強い力に関しての,、まあ、あの解説動画を見てください。で、2つ目なんですけども、ちょっとこれまた最初、さっきに戻って、えっと、この原子核っていうのはまあ陽子と 中性子がひっついてできてるっていう話なんですけども、なんでひっついてるのって、えー、いう人が聞く質問があって、でこれすごいいい質問だなって僕も思って。実際にだって普通に考えたら、ね、陽子っていうのはプラスの電気を持ってるわけじゃないですか。で、その陽子と陽子って普通反発しますよね。プラスとプラスでね、反発すると。で、中性子は電荷を持たないんですよね。 ということは、あのまあ、反発はしないけど、ひっつきもしないですよね。なんでそういったやつらがこうやってひっついて固まってんだろうと。でこれの答えは、核力ですね。はい。はい。えー、他にもですね、まあ、例えばこのヒッグス粒子、えー、に関しての質問もまあ来たりとかしたんですけども、まあ、やっぱりなかなかその、ね、質量を与えるっていうイメージが、やっぱなかなかつきにくいという話で、まあ、その、 えー、ヒグス粒子のね、えー、に関しては、えっと、まあさっき挙げたリンクに、えっと、まあヒ,ヒグス粒子がまあ質量を与えるまあその、ね、ざっくりとしたあの解説してますので、それを,、ま、それをまあ見てくださいとで。他にもどういう質問が来たかというと、えっと、ダークマターでえっと質量を持つっていう話がね、あのさっきしたと思うんですけども、 まあこんな物質を反応性しないし、電荷を持たないし、まあ、光らない、見えないと。えー、じゃあ、そんな物質なのになんで質量を持つっていうことが分かってるんですかっていう質問来て、まあ、これもいいすごくいい、今回来た質問っていうのはみんなものすごくいい質問だなって、あの僕は思って、ですごくあの感心したというか感動したんですね、本当に。で、これもあのさっきの,あの上げた、えー、リンクに載ってるんですけども、 えっとまあ、代表的なものを挙げると、例えば重力レンズ効果とか、えー、銀河の回転曲線の、えー、プロットとかね、そういったものがあの質量を持つ、えー、話になると思います。ほ他にも、まあ、たくさんね、あのいろいろ、えー、質問あったんですけどもあの、どれもいい質問ばかりだったんですけども、まあ、代表的なものをちょっといくつか、えー、ピックアップしました。 今日は、ねまあ、この辺にしてですね、ちょっと長くなってしまうので、この辺にしてしまってで、次回からまたあのニュートリノルの話を、えー、再開したいと思います。はい、それでは長い間あのお付き合いいただきありがとうございました。それでは。